はい、皆さんこんにちは、こうです。今日はですね、これを食べます。じゃあ、菅谷さんの金プクリン。金プクリンっていうお菓子です。はい、代表的なすごい美味しいお菓子のようでいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな感じでございます。金プクリン美味しそうです。ちょっと切ってみましょうか。おお、こんな感じですね。美味しそう。小豆って中に栗が入ってます。じゃあ食べたいと思います。いただきまーす。うん、めっちゃ美味しいです。めちゃくちゃ上品な甘さで、口どけがめちゃくちゃ滑らかです。というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。それではまた。